で昔からね、叩き屋アフィリエーターってね言いましたよね。乗っかる王道と言いますか。なんかこう、誰かが商品をリリースしたら、それをこと細かくも見つけて、この商品はちょっと怪しいよ。こっちが本物なんですとか言ってね。まあ、それで人の商品をけなして、で、自分もアフィリエートしてるみたいな、他の商品売ってるみたいなことがありますしたまにそういう人がね、この商品は怪しいと思ったら結構いけんじゃないのだから、このリンクから買ってくださいって言って <laughs>、やるとかね。 なんかすごく面白いのはその、まあ、私が商品を、ね、最初出した時自分の商品を自分でレビューしたり自分で叩いたりとかして結局最終的には自分の商品のアクセスにつなげたみたいなのがありましたけどね、うん、でなんかこう即果塾は詐欺だとかね久保哲郎は詐欺師だみたいなで検索すると自分の作ったそのアンチ、えー、YouTube が出てくるみたいなね そんな面白い仕組みを取ってたかなというところもありますし結局これってのは私がやって思いつくぐらいですから他の大手もやっててあの青汁老人の話が出ましたけども青汁王老って自分で商品を作った時にその商品の類似商品を自分の別会社で出すらしいんですよで結局全部売れて収益が一点集中するみたいなんでねで青汁作ったけどもフルーツ青汁作ったりとかその他の商品作ったりとかして全部重なっていったみたいですねでそれぞれがもう別会社みたいな感じで。 でも蓋を開けたら全部自分の関連会社みたいな感じで総取りみたいなとこやってますよね、うん、まああれじゃないですかあの暴走族がいっぱいあってその暴走族自体は対立したりとかねいろんなあの勢力争いしててで勢力争いに勝った方は負けた方からお金を巻き上げたりとか、まあ、いろんなことをやるんだけども全部を求めてるのがその地元の広域、えー、なんかね 暴力団みたいな感じで全部かっさらっていくみたいなだからどっちが勝っても別にもう問題ないよみたいなね <laughs> もうそんなねなんかこう直んみたいな,な方法があるってとこじゃないですかなんとか会んとか組みたいな派閥で分かれてるけども結局どれもこれも上皇は同じとこに行くみたいなね、うん、その最大のものが日本国じゃないですかあらゆる商売あらゆる税金あらゆるものがあっても全部最終的には財務省が。 吸いいい上げていくみたいなね今度インボイス始まりますけども結局は個人が納めようと事業者が納めようと思った通りの金が集まってくるみたいなね、まあ、ちなみにその税金ってなんか全然使われ道が分かんないですね、うん、分かんないしもうめんどくさくて調べる人も少なくなってきたとでどこまで行っても不透明なところが出てきてそれに関してはあの国会でも追及しても答える立場にないとかって、ね、現在調査中ですとか言ってか終わっちゃうみたいなところがありますけどねやってられるんですよね ちなみに年金定期便ですけども労使折半っていって経営者と労働者が両方とも払って年金定期便っていうのはできてるはずなんですけども年金定期便に表示されてるのはなんと働いてる人の納めた税金の額だけで労使折半の,の雇用主側の税金がどこにいってるのかわからないらしいですね。これはったいっってらっしゃい